オーストラリアに住んでいると、まあ、なかなかオーストラリアから輸出をして稼ぐというのは、ね、難しいので、えー、一番儲けやすいはずである物販がオーストラリアに住んでいると儲けにくいという状況でした。ところがね、やっぱりオーストラリアに住んでればこそ、まあ、いかにオーストラリアが物がなくて物価が高いか、ね、まともなネットショップがないか、まあ、そういうのを痛感している方が多いので、 まあ今回、オーストラリアアマゾン、えー、モニタープラン、あるいはサポートでね、オーストラリアで売るために、えー、オーストラリアに住んだことがある、あるいは今現在住んでる方、まあ、結構入ってらっしゃいます。で、登録の際ね、オーストラリア在住の場合は、えー、何を提出するのか、えー、書類が必要なんで何を提出するのか、まず、えー、ID2 つ必要なんですけど、1つ目は、まあ、オーストラリアの運転免許があれば、それを提出すると。ね えーまあ、免許、半年以上住んでればね、ニューサウスウェールズは免許取れますし、えー、メルボルンも多分似た状況、まあ、クイーンズランドも多分似た状況だと思います。まあ、パスポートがあー、あのー、免許証があればね、それを提出します。でちなみに、免許がない場合ね、えー、私はニューサウスウェールズ州で取ったんですけど、まあ 書類だけ揃えて、えー、運転免許センターというかね、自動車登録センターというか、えー、そこに行けば免許は取得可能です。まあ、条件としてはね、えー、6ヶ月以上オーストラリアに滞在していること、ねで。必要な書類は日本の運転免許証。でニューサー・スウェイスでの、えー、住所証明と。ねまあ、これはあの銀行の明細で大丈夫ですね。でそういったクレジットカード、あるいはね、えー、学生さんだったら学生証と。 で、まあ、この、えー、免許書なんですけど、えー、翻訳した免許書を出す必要があります。日本語に翻訳してね。で、これ翻訳は自分でやっては通用しなくて、オーストラリアでね、このまま高い金額で、えー、翻訳してくれますんで、そこで翻訳してもらって、提出するという形になります。このね、スピード速くなると値段がぐんぐん上がるというのがね、いかにもオーストラリアらしいですね。 でもしも、えー、オーストラリアの ID がなくて、まあ、日本のパスポートしかない場合ね、Amazon、えー、に登録した住所を日本に訂正してから、日本の ID パスポートを提出します。で、日本の住所が、えー、載っている銀行の取引明細を英語にして出すというような形です。この辺はね、えー、今何があるか、入国して何ヶ月か、 ね、それによって、えー、どうしたらいいか変わってきますので、もし運転免許と、えー、運転免許がない場合ですね、運転免許がない場合は、えー、ご相談ください。ちなみに私は、えー、そういうケース結構あるだろうなと、留学したてですとかね、半年経ってませんとか、免許持ってませんとかいう場合もあると思いまして、えー、日本のパスポートでね、オーストラリアの住所で で、コモンウェルスバンクのネットバンキングの住所を確認できる画面のキャプチャーで申請していました。まあ、この結果が分かったらお知らせします。まあ、このパターンで OK ならね、もうオーストラリアに入ってすぐ銀行は作れますんで、まあ、えー、ほとんどの方が問題なく提出可能になるはずです。 まそんな形で書類ね、この Amazon の書類確認もね、何が必要だって書いてある時点からね、違うと。日本を通じないと。日本語じゃダメ、ね。書いてある通りにあってもね、登録が完了しないというのはね、まあ、いかにもオーストラリアらしいサービスだなというふうに思いました。まあ、早速ね、オーストラリアの洗礼というか。これ多分ね、自力で単純に英語を翻訳しながらやってる人は、首をかしげるでしょうね。 えー、まあそんな形で、まあよくあるケースなんで、えー、まあどんなケースでも登録の方はね、えー、完了させられますんで、えー、お気軽にご相談ください。以上、天板アカデミー堀秀夫でした。